末聖実長は、自転車競技 MTB、ダウンヒル、フォークロス及びクロスカントリーの選手である。女性。兵庫県神戸市出身。最終学歴は、兵庫県立神戸高塚高等学校卒業。8歳の時に、マウンテンバイクのトライアルを始め、9歳の時に全日本選手権優勝。1996年、1997年に、 世界選手権シリーズ連覇。1998年にダウンヒルに転向。1999年、2000年の全日本三大タイトルを獲得。さらに2001年、アメリカ合衆国のバイルで開催された世界自転車選手権ダウンヒルジュニア部門で優勝。2002年より同種目のエリートに転身。2004年、フランスのレジェットで開催された。 同大街道四国において、8連覇中の女王、アンヌ・カロリーヌ初村の不参加があったとはいえ、優勝のベネッサ・クイーンに次いで2位に入り、日本人選手として、マウンテンバイク世界選手権で、初のメダルを獲得した。全日本選手権ダウンヒルは2000年から17連覇、しており、連覇記録更新中である。この UCI マウンテンバイクワールドカップのフォーロス部門において、 2003年、2007年、2008年の各年度総合3位、2002年のアジア競技大会、ダウンヒル優勝、アジア選手権、ダウンヒルで十度優勝等がある。2013年からはクロスカントリーにも参戦し、JCF ジャパンシリーズ八幡浜で優勝、全日本選手権で2位を獲得し、翌2014シーズンはクロスカントリーのワールドカップシリーズに参戦した。 2015年と2016年にはダウンヒルと合わせてクロスカントリーでも優勝し2年連続全日本選手権マウンテンバイク競技のダブルタイトルを獲得した2001年マウンテンバイク世界選手権ダウンヒル結果2004年マウンテンバイク世界選手権ダウンヒル結果サイクリングウェブ2004年9月13日不記事。ありがとうございます